チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。本当に面白いです。はい、コズの趣味部屋へようこそ。はい、今回はね、またね、まあ多分もうタイトルで分かっていると思いますけれども、はい、ジョジョ、はい、こちらのね SMSP またちょっと開封したいと思います。まあ率直に、まあタイトルにも多分書いたと思うんですけどね、はい、白黒です。トーン彩色、はい、こちらをね、開封したいと思います。なぜね、トーン彩色なのかっていうとね、いやね、まあ大体もうこの手の類のねフィギュアを集めてるとね、ある境地に達するんですよ。それは何かっていうと、一番いいのは白黒なんじゃないかっていうね、うん、ある一定のレベルまでいっちゃうとね、なんか白黒が一番いい色に見えてくるんですよ。まあ、人それぞれかもしれないけれど、うん、でもね自分は本当この白黒が本当ねかっこいいと思って、まあ今までのね SMSP、まあ全部持ってますけど、まあ、白黒はね、これを入れたらエースだけ持ってないのかな。うん、だからね、まあ、今までの白黒を見てきた限り白黒がなんか全部出来がいいんですよね。うん、なので、私はこのシリーズほぼ白黒は絶対手に入れようかとね、思います。はい、これからもエースはね、まだ手に入れてませんけど、手に入る次第ね、アップしたいと思います。はい、ということでね、まあ、白黒はね特に人気も特にないカラーなんでね、結構安いんですよ、ほんと他のカラーリングと比べて。なので安価でね手に入れるし、なおかつ、造形美が堪能できる、そしてお部屋のインテリアにも合いますというね、まあ、宣伝文句を歌ってますけれども、これはね本当ね、本当なんかこう一定のレベルに達した人じゃないとわからないかもしれないこの良さを。うん、なので、白黒を集めていきたいと思います。なのでね、まだ手に入ってなかったね、ジョジョの、白黒、こちらをね、安くね、定価以下、5000円口なんでね、それが送料込みで4200円で手に入ったんでね、ほんと安いんですよ白黒。なので狙い目っつうのもあるんでね、ちょっとこれをね開封してちょっと実際見てみましょう、白黒がどんだけいいかっていうね。前回ロー、トラファルガーローを紹介しましたけど、とにかくほんと出来がいいんでね、白黒はほんと期待できます。はい、じゃあ今回、こちら開封しましょう。はい、ということでね、無事開封し終わりました。じゃあ見ていきましょう。はい、まあ、白黒ということでね、まあ本当に、モノトーン、まあ、白黒っつってもほとんど2色じゃないですよね、グレー白黒って多分3色もそれかもっとそれ以上は使ってると思いますけれども、まあね、いやー本当ね、なおさらですがやっぱ白黒いいね、おしゃれ、うん、もうジョジョだとなおさらおしゃれ、うん、いやーすごいわ、学ランのね内側が白くなってるっていうのもなんかすごいかっこいいですね、うん、いやーいいね、白黒映えするなジョー太郎は。あれなんだこれ、あ、これはただのホコリでしたね、よかった、気づかと思った。うん、いやかっこいいね、いやーかっこいい、いいね、長太郎かっこいいわ、素晴らしいね。台座ね、台座
大学とかはどうはめたっけ、忘れちゃったな。よし、大ざまいや、ということでね、まあちょっとこうただ思考でいいか。はい、おない。はい、はい、いやーいいねー、やっぱ白黒いいわ、うん。まあ、ちなみにね、前回のね、ロゴも並べますけれども、どうですかこれ。いや、この2体を飾っただけでもすごいなんかインテリアにも最適みたいなね。いやーいいね、飾ってるだけはかっこいいよね、この白黒。ほんとね、どんな部屋にも合うって感じだよね。いやーすごいね、素晴らしい、エクセレント。はい、手な具合でね、ここはもうすごいね、夢の共演みたいな。はい、今回はね、SMSP のね、一番くじ、ジョジョの奇妙な冒険から、空城城太郎、白黒彩色、こちらをね、開封させていただきました。次回はね、おそらくもう実はね、すでにエース購入してます。はい。なので、次の、紹介は SMSP ワンピースからエースモノトーン白黒彩色をお届けしたいと思います。ぜひね、この機会に、チャンネル登録していただけたらと思います。ではね、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。